こんにちは、神田です。今日は新潟と長崎戦について、詳しくね、ちょっとボードを使って、説明していこうと思います。2対1とね、見事な逆転勝利を収めた新潟、5連戦のスタートをね、勝利でね飾ることができて、うまくねスタートが切れたと思います。で、ここからはね、またボードを使って、詳しくね、説明、解説していこうと思います。昨日は、新潟がね、かなり、ボールをね、保持してる時間帯が長くて、ビルドアップの時は、長崎のね、ツートップに対して、新潟が、スリーバックを形成して、常にね、数的優位の状況を作って、ビルドアップをしていました。で、長崎のツートップの間、に必ず島田選手がいて、堀米選手がこうね疑似サイドバックの形でボランチの位置というか、中にね入ってプレーをしていました。新潟が、高い位置でねボールを、ビルドアップしている時に、堀米選手もねかなりね高い位置に、ポジションを取っていて、長崎のツートップの選手が、これ、ね、新潟のセンターバック、ディフェンスラインに対してプレスをね、かけに来たら、これ、ね、堀米選手が、落ちてきて、これ、ね、ボールを、パスをね、受けに来るんですよね。そうすると、長崎のね、カイオ選手が、これ、ね、堀米選手に食いついてくるので、堀米選手は、ここね、ダイレクトで、高木選手、もしくは、篠塚選手に、パスを出す。そうすると、一気にね、新潟が5、長崎が4というね、数的優位の状況をね、作れていて、これ、ね、新潟が、枚数をね、かけて、攻撃をね、していくっていう状況にね、なっていたんですけども、長崎のね、プレスバックがめちゃめちゃ早いんですよね、ここ。で、新潟は、谷口選手にね、パスをね、出したいんですけども、長崎の、センターバックの江川選手がずっとね、谷口選手を見てるから出せない。で、新潟もね、サイドを変えたいと思うんですけども、長崎のね、プレスバックが早いですし、長崎の選手が、新潟の選手に、まとわりついてるって言ったらいいのかな。なので、プレスも厳しくて、なかなかね、サイドを変えれないという、状況になっていたなと、見ていて思いました。なので、新潟はね、ボールを下げて、もう一回ね、ビルドアップをやり直すって言ったらいいのかな。で、新潟がね、ボールを下げた瞬間に、長崎がね、また全体のラインを上げてくるので、新潟はね、ビルドアップしながら、前にね、パスを出すタイミングを伺う、外をね、使いながら、長崎のスペース、隙間をね、作ることをやっていたんですけども、長崎のね、守備が、やっぱしっかりね、構築されていましたし、ここのね、ディフェンスラインと中盤のラインがね、ほんとコンパクトに保たれていたので、新潟としては、縦、斜めにね、差し込めるようなパスが出せなかったですし、パスの出しどころをね、長崎がもうしっかり潰しに来ていたので、なかなかね、ここから先が攻撃の形、新潟をね、作れていなかったのかなと、思います。新潟のね、センターバックの選手から、一気にね、谷口選手に縦のね、いいくさびのパスが、何本かね、通っていたんですけども、その時はね、堀米選手が、パスね、受けるんですけども、ダイレクトでね、パスを前線にね、出さないんですよね。センターバックの選手からボールを受けたらね、ちょっとね、ここでキープするんですよ。そうすることによって、カイオ選手が食いついてくる、で、長崎のトップの選手も、堀米選手に、プレスをかけに来て、食いついてくるので、堀米選手が一
回ね、新潟のセンターバックの選手に戻したところに、ここのね、真ん中の縦のラインが、空いているので、まあ、センターバックから、一気にね、谷口選手にめがけて、縦パス、くさびの縦パスを入れるっていうことを、やっていた、狙っていたと思います。いいね、縦のくさびのパスが、新潟のセンターバックから入るんですけども、まあ、やっぱ長崎のね、ここのプレスバックが早いので、まあ、守備陣の、まあ、密集地帯を作ってるって言ったらいいのかな。そうすることによって、谷口選手、高木選手に、まあ、シュートをね、打たせないということを、まあ、徹底的に長崎がね、前半やっていたなと、思いました。まあ、前半のね、45分の谷口選手のシュートが、まあ、ポストにね、当たったシーンなんですけども、長崎がね、10人、自陣のペナルティエリア前にね、戻ってきて、ゴール前をね、守っていたんですよね。で、左サイドで、まあ、堀米選手がボールを持ってて、ちょっとね、低い位置に高木選手がポジションをね、取っているんですよね。で、左サイドでボールをね、回してる時に、まあ、島田選手が上がってきて、長崎のね、ゴール前に、ポジションを取っているんですよ。で、長崎の選手が、まあ、島田選手が、まあ、気になっていて、ディフェンスラインをね、上げれなくて、で、谷口選手は首を振って、この長崎の選手のディフェンスラインを上げれないことを確認して、高木選手がね、ボールを保持した瞬間に、まあ、ここのね、スペースにパスを出してと、手でね、示したところに、高木選手から、まあ、ふわっとしたね、パスが出てきて、まあ、ダイレクトボレーでシュートを打つ。まあ、惜しくもね、ポストにね、弾かれるんですけども、まあ、セカンドボールをね、高木選手が回収して、サイドからクロスをね、もう一度上げて、島田選手がヘディングしたんですけども、わずかにね、ゴールが、まあ、左に逸れてしまうという、まあ、シーンだったんですけども、まあ、新潟はね、アタッキングサードで、まあ、どれだけ相手のね、ギャップを狙って攻撃できるかが、まあ、これからのシーズンの、ポイントになると思います。いくら長崎ゴール前に人数が揃っていても、まあ、マークをね、突ききれず、まあ、ギャップ狙われると、ああいうね、シュートチャンスができてくると思います。後半はね、新潟は右サイドの水戸選手が背後をね、取るような動きをしていましたし、ディフェンスラインからロングフィードを入れつつ、長崎のね、ディフェンスラインを、まあ、下げさせるっていうことを狙ってやっていたと思います。で、長崎がね、こうやって中をね、固めて、後半ね、守ってきていたので、水戸選手がね、大外で一人ね、浮いてる状態で、まあ、ボールを持った時に、水戸選手がね、ディフェンスラインに平行で入ってきつつ、ここでね、視界、ディフェンスラインの視界をね、消えるような背後の動きをしてくるんですよね。そうすることによって、ディフェンスラインが一気に下がるんですよね。で、ここに、ロングフィードをね、水戸選手めがけて対角にね、狙っていたんですよね。で、水戸選手がこういう動きをすることで、中盤とディフェンスラインのライン間の間にスペースができるので、ここにね、新潟の選手がこう枚数をね、かけて、スペースね、入ってきていたなと。思います。ここは多分、ハーフタイムで、松橋監督が、まあ、狙いどころを変えてきたところだと思います。で、長崎のディフェンスラインと、中盤のね、ライン間の間で、もう高木選手がね、もうやっぱりね、ここ、スーッと入ってきて、ボールをね、受けようとするので、長崎はね、そこでボールを受けられるのが、嫌なので、まあ、高木選手にね、まあ、厳しく、行く。で、高木選手がね、ファールをもらい、まあ、フリーキックもらって、一回ね、ゴールキーパーに、弾かれて、まあ、コーナーキックになるんですけども、まあ、それがね、藤原選手の、まあ、同点ゴールにつながる、シーンになっていったのは、まあ、こういうね、
新潟が狙いどころを変えてきたことが、まあ、得点につながったと、神田は思います。同点へ追いつかれた長崎のね、ちょっと動揺した瞬間を、まあ、新潟の選手がね、見逃さなかったのかなと。で前半はね、長崎のダブルボランチ、海洋選手、加藤選手が、まあ、同時にね、高い位置を取ることがなかった、上がることがなかったんですけども、失点したシーン、まあ、逆転ゴールを許したシーンは、二人同時に高い位置をね、取っていたんですよね。で、奥井選手がボールをね、保持した瞬間に、新潟の前線の選手が、長崎のね、ダブルボランチのポジションを確認して、一気にね、奥井選手にプレスをね、かけに行くんですよね。新潟の高木選手がね、加藤選手へのパスコースをね、切りながら奥井選手にね、プレスをかけに行く。で、本間選手はクリスチアーノ選手のパスコースをね、切りながら、奥井選手にプレスをかけに行く。で、谷口選手は高木選手とのね、間の距離感を空けつつ、長崎のね、センターバックのパスコースをね、切りながら奥井選手にプレスをかけに行く。で、その時に、谷口選手がね、ちょっとね、わざと高木選手とのね、間の距離感をね、空けてるんですよ。多分ですけども、奥井選手にこう、パス出せるぞ、ここの間。パス、ここの間、通せるよってね、誘導をしてるような感じだと思うんですよね。で、ここのね、やっぱシーンを神田が見たときに、まあ、谷口選手の、サッカーセンスの高さというか、まあ、なんていうのかな、こう、いやらしさ、したたかさがね、出たシーンだとね、思うんですよね。サッカーセンス溢れる、まあ、谷口選手のシーンがね、見れた一面だったなと思うんですけども、で、奥井選手はね、一旦躊躇するんですよね。まあ、簡単にね、前線にロングフィードを蹴って、まあ、ね、新潟に、ボールをね、弾かれて、セカンドボール回収されたくないっていう思いもあったと思うんですけども、まあ、海洋選手めがけて、斜めのね、パスを出すんですけども、そこをね、やっぱ見事に谷口選手がね、狙っていたので、インターセプトして、まあ、本間選手にパスをね、出して、左サイドに展開していくんですけども、もう何回も言います。ほんと何回も。あそこでね、あそこのサイドで、ポジションで本間選手と1対1になったら、もう誰も止められません。で、得意のね、ステップで長崎のね、選手をかわして、もう高木選手が決めるという。まあ、この時に新潟の選手がペナルティエリア内に4人入ってきているんですよね。で、これだけね、やっぱ人数をかけて、ペナルティエリア内に入ってきていたら、もう長崎からしたら、誰が誰についていいのかわからない状況なので、まあ、こういった時に、新潟はもう得点を奪える。もうこれがね、ほんと松橋監督がやりたい、得点、攻撃のパターンの一つだと思います。前半はね、なかなか局面をね、打開できませんでしたが、まあ、水戸選手の裏をね、狙う動きから、長崎のね、ディフェンスラインを下げさせることができた。まあ、こういうことですね。まあ、ボードを見てもらったらわかると思うんですけども。で、ライン間の間で、まあ、高木選手などが、まあ、ボールをね、受けれるように、こう、入ってくることによって、新潟が、手厚い枚数をかけた、圧力ある攻撃ができた。で、最後は前プレーをかけて、全員がボールのね、奪いどころを理解して連動したことによって、逆転ゴールへと繋がったと思います。まあ、前半ね、できなかったことをハーフタイム終えて、しっかりね、修正して、後半ね、できるようになってきたことが、やっぱりね、新潟が、ここ最近、勝ててること、負けないことだと思いますので、ここはね、やっぱり、こう、松橋監督がやりたいこと、やりたい戦術、攻撃のパターンが、まあ、この11試合で、こう、ようやく、選手たちに、落とし込みができつつあるのかなと、思います。で、次節がまた水曜日で、またね、
岩手 J3 から昇格してきた岩手だったと思いますので、まあね、この、対策動画の方も上げたいと思いますので、まあ、今日もね、ちょっと長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。